顔のなないいヒットラーたちという映画なんです。うん、で、これあの一応ですね私はいつも言ってるんですけど、はい、あの映画を見たことによって知ることってたくさんあるわってねうん、うん、でコントのことそうなんだけど私も70なのに今まで知らなかったのはアイシュミッツ っていうとこがあったでしょポーランドに <laughs> で私たちは若い時から知ってたじゃないだけどこの,このことをドイツ国内で公にアウシュビッツに対しての,その裁判が起こるのが1963年かな、うん、年でしょ <laughs> えとこの時期は1953年なのね、うん、最初に話があった時で世界で。 第二次世界大戦が終わったのっていうのが、えー、45年、はい、で,でドイツがちょっと早いんだよね日本よりかだから44年の終わりかぐらいだけども、はい、それでこれはその53年の時の話なの、はい、で53年の時に映画が始まるとすぐにね、えー、中学校の先生それも。 校長というか指導してる偉い方の先生に、うんえー、たまたま通りかかったユダヤ人の男の人がそのアウシュビッツのところで今偉い役をついてやってたということを見ちゃうわけね。うん、でナチスがダメになってそれでドイツが、えー、だから、えー、8年くらい経ってるじゃな、うん、うい。う中で、えー キャの偉い方にいた人がその。職業としてね。公務員みたいなものにはつけないみたいなことがあったのよね。だから、それをそのジャーナリストがその友達から聞いて、その検事に訴えるの。訴えた時に検事の偉い人たちはそのやむやにしちゃうわけよ。<ー>だけど、一人だけ。若い検事がそれことについて、えー、ジャーナリストが聞いて自分も調べて。 っって言って言で拒否されるんだけど働いてきた所長にその話をすると所長もそれをやろうって言うんでのその若い検事を頭にしてそれを調べていってで63年にあのアイシュビッツ裁判っていうのが始まるっていうのをう私は初めて知ったのよこの映画で。 全部実話話に基づいた話といたととうことですかそうもちろんもちろんもちろんねでみんな南米なんかに偉いのは逃げてたでしょ、うん、それを追求していく話なんだけど、うん、その話の中で何がっぱ上手かって、えー、そうなったらドキュメンタリーでやってもいいじゃん、うん、別にその話をね、うん、で、うん、ドラマにしてなおかつそれすごいってこの若い賢治を中心に描くから恋愛も,も入ってくるわけよだ、うん、からドラマ映画としても非常に見ていて、うん、あの優れてるし。うん でねこういう映画に関して言うとね本当に公開されるのがね小さなところ例えば東京でも1巻か2巻で地方はまあなかなか出ていかないでやるとしても福岡なんかだと KBC シネマって言って東京では10日にこれ出てくるんだけど。 まだ決まってないのよ。<ー>多分十一月の末くらいになるだろうという話になってんだけど。東京でも一二巻ってす少ないですね。<ー>で、そういうやり方をやり方っていうのは、そういう形でよりかやっぱりこういうところで言って、うん、やっぱりできるだけ皆さんに見てほしいなっていうふうに<ー>、えー、思ってます。ええー、なんていうんだろう。いや、す いや私がねすごいなと思うのは、はい、日本っていうのはさ、はい、戦争のことについて、うんえー、庶民たちが兵隊に行った人もいればそれから庶民の人たちであの戦の の中で暮らしてた中でのこういろんなことあるけどもう70年も経っちゃうと忘れるじゃない、うんね、それで安倍さんみたいなことが起こるわけよ。うんね、安保のあれとか、うん、そ,そういう形になって今度武器を作って売るという,、はいうね、業界側の要望に応えて、はい、でも今までは三原則の中に入ってるな、はい、やっちゃいけないっていうのはな、はい、そういうふうになって戦争の音が聞こえるとかそういうんじゃなくって、うん、今まではその。 第二次世界大戦米国と戦ってきてそのことでどんだけどんなことがあったのかってで辛い思いしたしっていうこと,のことがあったことがどん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 それが教育からも失われていき何も失われたそういうところに映画でも何でもドイツはあのユダヤのことについては。 極力全部出していろんな、うん、パターンを持ってきて出してくるっていうのはやっっぱりすごいいんだなっていうふうに思うよね、うんうん、日本と違って自国の歴史をみんなでちゃんと認識して反省しようっていうのがありますよね,で今年ね。今年ね今年って今月はこのほかに、うんえー、いわゆるナチスがこう、はい、略奪した絵があるでしょヨーロッパの。ああいう絵を守り抜こうとした人間たちがいるよね。それを描いた映画が 公開されるし、ああそ,ね、それから、うんえー、有名な、はい、あ映画ウィーンの美え美美術館にあってその内容ということと話して、まあここでもた紹介しますけど、うん、はい、はいはい、お願いします。えー、お杉さん顔のないヒトラーたち<お>、えー、映画ドットコムでは3.1という評価ですが、お杉さんは星いくつでしょうか。 えっとみんな低いのよね文春、うん、も3、ね、星3つとかそんなもんなんだけど、うん、私は星5つっていう、うん、その映画でものを知るってことはとってもいいことだから、うんうん、やったほうがいいんじゃないかなわ、うんはい、かりました劇場が少ないということですので、はい、ぜひお調べになって、えー、見に行ってください、はい、劇場公開日は東京、えー、10月3日もう公開されていますね。